プロフィールご紹介しましょう。元 WBC 世界スーパーフェザー級チャンピオンです。ガブリエル・ルエラスからご紹介しましょう。メキシコのハリスコ出身の28歳です。88年にプロデビュー、91年に北米スーパーフェザー級タイトルを取り、2度防衛後、93年にアズマー・ネルソンの持つ WBC 世界スーパーフェザー級タイトルに挑戦しますが判定負け。しかし94年ジェシー・ジェームス・レイハに判定勝ちし、 WBC 世界スーパーフェザー級タイトルを獲得。2度防衛後、ネルソンとの再戦で5回 KO 負けし、このタイトルを失っています。97年にはアルツロ・ガッティの持つ IBF 世界スーパーフェザー級タイトルに挑戦しますが5回 TKO 負け。しかし今年7月、トロイ同士に6回 TKO 勝ち、クーイの IBA コンチネンタルライト級タイトルを取り、調子を上げてきました。戦績は49戦45勝4敗、45勝のうち24の KO 勝ちがあります。そしてこちらは元全米スーパーフェザー級チャンピオン、ジョン・ブラウンです。ホームタウンはアメリカ・ニュージャージー州アトランティックシティ。年齢は30歳です。89年にマーチン・リベラに3回 TKO 勝ちでプロデビュー、96年にサントス・ロペスに8回 TKO 勝ち、クーイの全米スーパーフェザー級タイトルを取りますが、半年後ハロルド・ウォーレンに判定負けし、このタイトルを失います。97年にはヘスス・チャベスの持つ北米スーパーフェザー級タイトルに挑戦しますが判定負け。今年9月にはエンジェル・マンフレディの持つ WBU スーパーフェザー級タイトルに挑戦、前戦ながら惜しくも判定負けに終わっています。戦績は23戦18勝5敗、18勝のうち9つの KO 勝ちがあります。はい、元チャンピオンが小柄なファイターを迎え撃ちます。はい、ガッティに、ね、一時は敗れましたルエラスなんですが、はい、その後またまた再起路線を歩み始めたようなんですけども、ジョーさん、ガッティの後トロイ同士に勝った、これ結構すごい内容だったんですね。そうですね、まあ、アメリカプレゼンツ社っていうその、まあ、プロモーターですね、はい、元チャンピオンたち集めてですね、アズマ・ネルソン、ジェシー・ジェームス・レイハ、これはジェシー・ジェームス・レイハの勝ち、はい、それでゴーヨー・バルガスとトレシー・ハリス・パターソン、これはゴーヨー・バルガスの勝ち、はい、そして、このガブリエル・ルエラスとトロイ・ドス、これはルエラスの勝ち、ね、こういう3つのカードを組んだんですね。その時にそのトロイ・ドスに勝ってですね、この IBA のタイトル取ってるんですね。なるほど、はい、という、まあ、このルエラス復帰路線の、ね、一環ということなんですけれども、どういう試合を見せてくれますか。相手はジョン・ブラウン、マンフレディとやった時にですね、熊の、ね、着ぐるみを着てきたという、はい、そのブラウンが相手だということです。はい、早速ご覧いただきましょう。この試合は10月24日です。アメリカ・ニュージャージー州アトランティックシティ、トランプ・タージマハールで行われた一戦です。どうぞ。Welcome to Donald J. Trump's Taj Mahal Casino Resort here on the boardwalk in Atlantic City, New Jersey, where tonight America presents, along with your undisputed, undefeated king of beers, Budweiser. This Bud's for you. Bring you world-class professional boxing. This first bout is presented in association with Cedric Kushner Promotions and is sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr.This belt is also sanctioned by, pardon me, this belt is sanctioned by the New Jersey Board, and the officials at ringside are timekeeper Arthur Spell, and your three judges scoring on a 10-point must system are Al DeVito, Shafiq Rashid, and Luis Rivera. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Tony Orlando. And now, ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing. This is in the lightweight division.Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black with white trim, weighing 132 and one quarter pounds. His professional record, 18 victories, with 9 knockouts to his credit and 5 losses. He comes to us from right here in Atlantic City, New Jersey. Ladies and gentlemen, the former USBA lightweight champion, John the Eastern Beast Brown.地元の選手です。ジョン・ブラウン。And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing red, trimmed with white letters, and weighing 133 pounds. His professional record, 48 bouts, 45 victories, with 24 knockouts, and only 4 losses. He comes to us from Sylmar, California,
Presenting the former WBC Super Featherweight Champion of the World, Gabriel Ruelas. 人気者が帰ってきました。ガブリエル・ルエラスです。ライト級のノンタイトル10回戦、アメリカ・ニュージャージー州アトランティックシティ、トランプ・タージマハールで行われます。さあ浜さん、はい、この知った両者が対戦しますが、どの辺にポイントを置きますか。まあ、ガブリエル・ルエラス、まだ完全復帰はできてないと思うんですね。なるほど、はい。そこでジョン・ブラウン、まだまだ現役バリバリの選手ですから、この選手に勝てば勢いづくと思いますね。さあどうでしょうか。試合が始まりました。おなじみのルエラスは赤のトランクスです。そして黒のトランクスがジョン・ブラウンです。ザ・ビーストのニックネームを持っています。黒のトランクス、ジョン・ブラウン。一方のガブリエル・ルエラス、これがちょうど50戦目のキャリアであります。元 WBC 世界スーパーフェザー級のチャンピオン。まあ再起路線、まだまだというお話もありますが、まだまだ28歳という若さです、ルエラス。一方のブラウンの方が30歳、こちらは24戦目のキャリアです、ジョン・ブラウン。前回エンジェル・マンフレディとの戦い、このワウワウエキサイトマッチでもお届けしましたが、あの試合から1ヶ月経っています。ジョン・ブラウン左を出しました。一方のルエラスは前回のトロイ・ドーシー戦から3ヶ月半のインターバルです。ボディブロー、お互いに第1ラウンドから叩き上げます。左、おっとルエラスも右を出していきました。今ルエラスのですね、左アッパーのボディが良かったら逆にですね、このブラウンは左フック返しましたね。この両者かなり身長差があります。手元の資料でおよそ9センチ、先ほど画面に出ていましたあの数字を使いますと、およそ7センチの違いがあります。今左アッパー良かったですよ、はい、あの小柄な方のブラウンですね。左を出しました、ブラウン。浜田さん、はい、このガブリエル・ルエラスですが、もう皆さんご存知だと思いますが、どういった形になればルエラスのパターンと言えますか。まずこの選手の一番の持ち味は迫力ですよね。そうですね、もう体勝手の方が何でしょうか、突進力、迫力、そして思いっきり振るところなんですね。ただ、今見てるとやっぱり足というか膝硬いですね。もともと体の硬い選手ではあるんですけどね、はい、体が硬く振りが大きい割にはちょっとパンチにスピードがないと、まだ体が思うように動いてないなという感じしますね。そうですか。アズマ・ネルソンとの再戦に5ラウンドノックアウト負けで WBC タイトル、以前持っていたタイトルを手放しました。ボディブローです。ガブリエル・ルエラス大きく振っていきます。小さなパンチを出すのがジョン・ブラウン。確実性を重視します。一方大きなパンチを出しますルエラス、一発を狙います。レフリーはトニー・オーランドさんです。まあ、迫力がある一方リスクも伴うというルエラス、それだから人気も、ね、ありましたよね、随分 ね、まあ、このリスクを犯しながら強引に打っていくところなんか、それが魅力なんですよね。まあ、とても届きそうないところから思い切って踏み込んで右アッパーを打つところなんかですね、はい、あれか当たらなかったら大変だなというふうな、当たらなかったら危ないなと、そういうところでも強引に打ちますからね。ここでゴングです。おっとショータッパーはギリギリのところでしょう。今のはギリギリですから目はいないですね、はい、第1ラウンド終了しています。小泉さん、私はポイントでジョン・ブラウンの10対9にします ね。そうですか。まあ、いつものようにですね、採点基準申し上げたいんですけれども、はい、まず有効なクリーンヒット、これが第一基準ですね、はい、で次にですね、構成ですね、構成を取っているかどうか、はい、そして防御技術があるかどうか、そしてリングジェネラルシップって言うんですけれど、ペースを支配しているかどうか、はい、ダウン1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、はい、それでできるだけ10対10をつけないで10対9振り分けるというのが世界的、アメリカ的傾向ですよね、はい、第2ラウンドスタートです。ライト級ノンタイトル10回戦、ニュージャージー州アトランティックシティで行われています。このノンタイトル戦、ガブリエル・ルエラス対ジョン・ブラウンの対戦です。ルエラスと言いますと、まあ、ガブリエル・ルエラス、それからラファエル・ルエラス、ルエラス兄弟、小泉さん、両者とも、ね、チャンピオンになったんですよね。今左フックと言いましたね。それでですね、このガブリエルの方が体に力があってですね、はい、アズマ・ネルソンに最初敗れたんですけれど、いい試合しましたね。ただちょっと右を振り回しすぎる、その右の打ち方の悪さあったんですけれど、こっちの方が強くなれそうだと思ったんですけれど、はい、アズマネルソン敗れましたよね。そうですね、
失礼いたしました。なんかネルソンとは相性の悪さがあったんでしょう ね、 なるほどね、昔ボビーチャコンがですねルベオルバレスに何度やっても勝てなかったんですね、それを思い出しましたね。やっぱ相性っていうのがあるんでしょうね。93年と95年に戦っているんですが両方とも敗れています。両者1回1回分けましたレフリーです。しかしその後またアルトロガッティにも敗れました。これが5回 TKO 負け。その後先ほども言いましたトロイ同士相手に6ラウンド TKO 勝ちで復活を果たしました。まだまだ完全復帰はありません。大事なこのステップの一つになりますジョン・ブラウン戦。ビギッと強烈左を返しました。今の右フック、ブラウンの右フックの打ち方いいですね。おーっと左この右交差できました。あ、来ましたよ。さあジョン・ブラウン、あ、来ましたね。来ることができるか。あー、上上上上ましたね。今のはこのガブレル・ルエラス、まあチャンピオンではありませんけれども名前があります。倒せばこれはいい宣伝材料になります。ジョン・ブラウン、ニックネームはザ・ビースト。その名の通り決め方は良くないですね。荒々しく倒し込んでいくことができますかジョン・ブラウンです。頭をつけました。おっと左ショートランジ、レフリーが1回入ります。9月に先ほども言いました WBU 王者のマンフレディに前線しました。それでかなり注目された感がありますこのジョン・ブラウンです。今度は倒せばもっとさらに注目を浴びることは間違いありません。ルエラスはですねボクサーファイターって言いながらですね、はい、強気なんですよね。まあ決して下がらないタイプですよ、はい、だから距離が合ってしまってるんですね。なるほど、ミドルストレート、ミドルストレート、あー食ってますね。もう同戦一本になりつつありますガブレル・ルエラス。第2戦かなりのピンチに立たされています。第2ラウンドです。まだ序盤です。ルエラスはもっとボクシングした方がいいですね。距離を取った方がいいんですけれど、一方ここらはこのジョン・ブラウン、かなりのファイターであります。左か右、第2ラウンド終了です。さあこのラウンドはどう見ますか。このラウンドは文句ないでしょう、はい、有効なクリーンヒットははるかにジョン・ブラウンの方が上ですね、はい、あの浜田さんもしてきたその右フックのいいパンチが入りましたね。いや浜田さん、はい、このジョン・ブラウンの試合、マンフレディとの試合をお届けしてるんですが、はい、あの試合こんなにアグレッシブでしたかな。いや、まあ、でも、あの試合もいい試合しましたよ、はい、確かにそうですね。だからこの選手に、まあ、ルエラスは勝ったら勢いづくだろうというふうに私は予想しますけどね、はい、なるほど。この選手は、まあ今の地位以上に私は力あると思いますね、なるほどなるほど。さあまたゴングになりました。元全米スーパーフェザー級のチャンピオンであります。ジョン・ブラウン、左モロに振ってますね、はい、さあかなり激しい打ち合いになりそうです。このラウンドヘッドがしますよ。これは短期戦になりそうですね。そうですね、この食い方だと、おっとミドルストレート、ミドルストレート、長くは持たんですよね。的確に当てていきますブラウン。小さなパンチ、今度は大きく振ります。相手のパンチをくぐり抜け、そして懐に入ってこのパンチを出していきます。小さなパンチです。相手に密着させながらパンチを繰り出していくルエラス、苦しい体勢になっています。大きく空振り、頭が終始当たっています。なんとかすることができますかガブリエル。上背の高いルエラスに負けてはありませんジョン・ブラウンです。かえって逆に低く入り込めるのでなんとかいい体勢になっています。それとルエラスよりも回転が速いですね、パンチの回転が。そうですね、身長がない分その分筋肉をつけまして、ご覧のようになかなかいい体型をしています。腕の太さではルエラスに負けていません。ジョン・ブラウン、リーチが173センチがルエラス、一方のブラウンが165センチです。8センチの開きがあります。この距離ですもうそのリーチの差は関係ありません。また両者を1回分けました。なんとか突破口を見出したい復帰路線のルエラス。
左を出していきます。ルエラスとしては左でもっと突き放したいですね、突き放してそれをかいくぐったりですね、その払ったりして出てくるところに右のカウンターを決めて右のオーバーハンド決めて左フック返す、そういうパターンがいいんですけど、逆に自分から迎えに行ってワイドオープンになってますよね。インサイドからストレート、ブラウン、今その間にはルエラスかなりパンチを入れていたんですけれども、一発右のストレートが入りました。ブラウンのパンチです。浜さん、かなり大振りもありますし、キレのいいフックもありますけども、ドゥエラスどうでしょうか。ルエラスですか、はい、いや大振りはこの選手の持ち味なんですけどね、ま、その大振りにスピードがあればいいんですよ。ないですか。重いですね、この振り方重いですね。それはあの攻撃をもらう前からでしょうか、それとも攻撃をもらってから、巻き込まれてるというところもあるでしょうね。最後身のパンチが当たったのか。普通はルエラスが巻き込むべきですけどね。そうなんですよね、巻き込まれてますね、自分のペースに巻き込むぐいぐい行ってしまうんですけれども、まあ巻き込まれてますね。珍しい展開になっています。本当はいい展開であるべきですけどね、こういう試合は。第3ラウンド終了しました。このラウンドですね、有効打はほぼ同等ですね、はい、で構成、これもお互い取り合いですね。それで構成の面を見るとですね、ややそのジョン・ブラウンの方がですね、時間的により長い時間構成取ってますね、はい、そして防御、これはもうちょぼちょぼですよ、あるいはもうルエラスの方がよくパンチもろに食ってますね。そういうところからしてですね、これはやはり10対9ブラウンですね。そうですか。ライト級のノンタイトル戦ですが白熱しています。第4ラウンドに入りました。両者にとりましてこの第1戦にもう一度踊り出ることができるかという生き残り戦でもあります。ノンタイトル戦、ボディーブローから左を回してきました。グローブの上ですが叩き込んできます。この18勝のうち 9KO しかないんですけれども、ジョン・ブラウン、浜さん、なかなかこうアグレッシブで力強いですね。まあ、今まではそうですけど、この日はいいですよ、ただ5敗してますけどね、5敗してますけどノックアウト負けがないんですよね、はい、ボディブロー頭をつけていきました。コンビネーション使うんですが固いガード開きません。逆に右ラッパーをもらいます。まあ、相撲ではありませんが常に頭を低くして自分の頭を相手の胸につけていきます。小柄なジョン・ブラウン、この揉み合いの中から隙を見出します。両者ともそれは同じようなことは言えるんですけれども、速さでジョン・ブラウンが勝っているようです。左を持ってきました。ガブリエル、この荒々しさがガブリエル・ルエラスの特徴であります。両者が1回分かれました。このライト級でですね、身長161っていうのは非常に小さいですよ、例えば同じクラスライト級の日本チャンピオンリック吉村ですよね、はい、175以上あるでしょう、177ぐらいあるんじゃないですかね、でリック選手防衛戦続けてますけど、挑戦者たちみんな170以上ぐらいありますよね、はい、だから161っていうのはこれリカルド・ロペスより背は低いんですからね。あ、そうですね、ただ体はいい体してます。ただしですね、はい、ライト級で大きいかって言ったらそう見えないんですけどね、ただ馬力はありますね、やはり無理な減量をしないでですね、はい、しっかりそのやはり栄養を取ってるからこれだけ馬力あるんだと思うんですよね、はい、まあ、ライト級は130パウンドまでなんですが、おっと右、135ポンド、5パウンドですね、ごめんなさい、61.2キロまでですね。両者を分けます。まもなくこの第4ラウンドも終わります。ルエラスの距離じゃないんですよこれ、ところがですね、多分ボクシングしようと思って距離を取り出すと下がることになりますね、相手どんどん入ってくると、おーっと左ラッパー突き上がりました。まるでロケットが発射されたようです。あと左を空間した。一番最後の右は明らかにゴングです。そうですね、カットになったっていうのは分かりますけどね、まあ、ゴング前に打たれたからこれもうルエラス勝負がないですよね。いや、しかしいいアッパーがシャープに入りましたね。
第4ラウンドを終えています。また最後のレラスボールに決めましたね。この左フックは角度も良かったですね。一瞬1本後ろに引きました。ブラウンですか。10対9ブラウンですね、はい、これ上空戦なんですよね、はい、このセコンドしてるの。一時期テレビの解説してたこともあるんですけどね、偶然兄弟っていうのがですね今アメリカプレゼンツやってんですよね、はい、でその前はですねテングースっていうプロモーションをカリフォルニアでやってたんですけどね。あ、はい、ショートマッチですね、食ってますね。そのアメリカプレゼンツのこれは興行であります。ガブリエル・ルエラス大苦戦です。まあ、弟ラファエル・ルエラス先ほども名前を出しましたけれども弟は好対照なこのファイトスタイルを取ります。荒々しいルエラス一方ラファエルはこう何と言いましょう小泉さん緻密と言った方がいいんでしょうかテクニックに重きを置いていると言いましょうかそういった兄弟の違いがありますよね。まあラファエル・ルエラスの方はですねやはりボクサータイプですよね。ガブリエル・ルエラスはもっとボクサーファイターだったんですけどねこの試合では本当にもう左を出さずもうボクシングしてないですね。あむやみに向きなって打ち合ってますよね。やはりこれはもう巻き込まれてると先ほども言ってましたけどもそう見てもいいんでしょうか。その通りですね。もっとジャブワンツーを使うべきですね。ボディブローローブローじゃないかとアピールしてます。ブラウンこれは流しました。まあこれは余裕でしょうね、いやしかしその瞬間始めたとは連動しましたからね。今だから今のアピールも余裕ですよね。完全にペースに握りましたね。そうですね。これも自分のペースであるがゆえにできる技でしょう。ミノックなんとか一発を入れて形勢をひっくり返したいガブレル・ルエラスです。いかんせんこの小型戦車のような感じでどん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 繰り出してきます。このパンチ右腕を差し込みました。もう一回左を入れます。左を押す状態から右ラッパーもう一回連打します。その後2発は当たってはいませんけれどもアッパーが2発入りました。オートマーアッパーです。このコンビネーションよく使いますね浜さん。そうですね、右のダブルですよね、あれは打たれてる方からすると読みにくいんですね。右打った後左が来るという風な暗黙の了解で予想するんですけどね。オートミルクロス、いや今のはかなり威力あったんじゃないでしょうか。狙い打ちですね。スパーンと入りました。効いてますね。ルエラスちょっともう危ない状態になっています、うん、予想外なワンサイドな試合になってきましたね、いやしかしこのジョン・ブラウンここまで迫力があるとは。おっとダウンかダウンか、いやロープからですね落ちかけたんでレフェリーがこれを救ったわけですね、はい、これついてますよ、かなりこのふらつきのもう原因に合ってるんではないでしょうか、要因ではないでしょうか。まともに食ってますからね。ゴングです、ゴングです。第5ラウンド終了しました。ジョン・ブラウンの方がリズムに乗ってきだしましたね。パンチがよく当たるもんだから、10対9ですね。ブラウンです。こちらがルエラスです。ちょっと顔もだいぶ傷ついてまいりました。今聞き取れました小泉さん、左へ沈めて 左フック、これをボディから顔面返せと、はい、これルエラスの得意のパンチですよね。確かにそれができると相手が正面来る、自分は左へダッキングして左アッパーから左フック、それが当たればいいんですけどね、それが今のところできてないんですね、はい、正面から行ってパンチ食ってるんですね。第6ラウンドスタートです。さあどういう音、速いスピードも乗っていますジョン・ブラウン。踏み込みが一段と速くなってまいりました。もう完全に浜田さん乗ってしまいましたねブラウンは ね、 そうですね、絶好調のようです。本当にもうダンス気分ですよね、まさにこういったボクシングが今まで展開したかったんでしょう。やか右のストレート、人気急上昇中のマンフレディと引き分けにもなりました。まああれもこれだけの実力があればああそうだったのかと頷けるわけです。
まあ、逆にあの試合マンフレディいいところ私はちょっと見えなかったですね。確かにありますね。だからブラウンがこれだけの選手だからというと納得できますけどね。なるほど、はい。あとそのタイプの噛み合いっていうのもありますよね、試合はね。まあ、誰がやってもこのブラウンはやりにくいですよ。あ、そうですか。小さい、そしてそのインファイトが得意、でおっとその左右フック、そのボディーブローですね、はいはい、だから一時期ですね、まあ、ジュニアヘビー級、クルーザー級ですよね、ドワイト・モハメド・コワイっていうのがいましたよね。あ、まあ、ホリフィールドはまあタイトル取ったんですけれど、はい、まあ、あれみたいなもんですよ。うん、小さいことが逆にですね、相手に対する脅威というかもう嫌がらせになってんですね。うん、なるほどね。それとおっと頭ぶつかります。浜さん、このパワフルさはブレディ・ノーウッドにも通じるようなものはありませんか。そうですね、小柄で頭ですね、あと右この頭、まあ、ノーウッドもそうでしたけどうまく使ってますよ。そうですね、これやっぱり使ってると見た方がいいんですよ、意識的に。もう意識的に使ってますね。あは、このように常に頭を合わせていきます。そしてかなり相手より意識して下に入っていきます。見てるとこれですよ、ね、危ないですよ、これは打ち合いながら顎に当たってますから。やめです、自分の頭の上硬いところを当てています。狙うですね、おっと打球か、これ打球か、いや進むことダウンだ、ダウンだ、ダウンです。ダッキングの状態がずっと続いていましたけれども、あのダッキングの仕方はルエラスよくやるんですけど、そこから立ち上がれなかったですね、まあおそらくあれはやることは承知していたでしょう。そこに連打を加えていきました。作戦勝ちであります。残り20秒ダウンを奪っています。あーっと防戦一方、止まるのか、止まるのか、試合は止まるか。いいパンチ決めてますよ。レフリーが1回離します。レフリーを見ているのはガブレル・ルエラスの表情を見ています。このラウンド終了です。第6ラウンドを終えました。ダウンがありました。ルエラ、あ、コーナーを間違えましたか。そうですね、相当効いてます。ポイントは10対8、ブラウンですね、はい、あ、厳しくなりました。キロ戦を歩んでいるガブリエル・ルエラス、唇切りました。今カツ入れてましたね、はい、この試合その勝つつもりなんだろうと、お前勝たないといけないって言ってますね。ところがこの浜さん、はい、この連打もなかなかこれだけ続けられないですよね。思いっきり振ってますもんね。そうですね、それでバランス崩さず打ってますからね。そうですね、何発でも出ますよ。たまらずバランスを崩したのはルエラスの方でした。ルエラスはああいったダッキングはよくやるんですけどね、あのダッキングから元の体勢に戻せなかったですね。大体あれから復帰してくるんですけどね、ダメージがあるからできないんですよ。なるほどね、まあ、見てみると一度半だから今の状態で打たれっぱなしで、だん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 打たれ方が強くなってきましたからね、はいはい、第7ラウンドです。頭を使って押していきます。ルエラスでも効いてきますよ、このブラウンっていうのはですね、アトランティックシティのですね、スパイダー根本みたいなもんですよ、いや、あのフェザー級でその日本チャンピオンで小柄な、はい、そのスパイダー根本さんいましたけどね、相手としたらですね、入り込まれるとですね、竹やぶの中で長い刀と小立とでその切り合いやってるようなもんですよ、リーチ短くてですね、それを折りたたんで回転速いパンチ出せる方が有利ですよね。そうですね、まさにその、あ、ランドします、ランドします。その小刀を思いっきり何回も切りつけていきます。ここが真ん中よくってますね。そうですね、ニュージャージー州アトランティックシティはまさに地元であります。ジョン・ブラウン、あそこまで入ってくる前にルエラスは先にパンチ出して止めないといけないんですよね。今の完全に入り込まれました。近づかれて、そして右上から、今度は下から突き上げられます。ルエラス左の顔腫れましたかね。そうですね、腫れてますね。右もの食ってますからね。ちょっとそれに手数もだいぶ違ってきました。10倍ぐらい違うんじゃないでしょうか。今左フックのカウンター狙いましたね。あれは当たりましたけどね、単発ですね。ルエラスですね、はい、飛び込んでくるところ左フックカウンター一発ではいきません。ルエラス飛び込んでいきます。また飛び込んでいきます。待っていたんですがなかなかこの網に引っかかりません。
ジョン・ブラウン頭から行きました。相撲の突進のようです。やられました。ルエラスの方はショートのパンチ出せないんですよ、ええ、やっぱりフルパンチですか、ある程度打つ距離がいるんですよね。だからもう先に指導してエンジンかけて入ってくる前に打たないといけないです、はい、出鼻叩かないといけない。ところが待ってますから相手楽に入ってきます。うん、もう一度構え直します。見てください、距離の詰まり方を。入ってきてここでもう止めないといけないのに、もう楽々と入られてますよ ね、 ですね、ええ、残り13秒、もう一回いきそうです。ブラウン来ました。アッパーで待っていたんですがこれにはかかりませんでした。第7ラウンドです。レフェリーが今1回中に入りましたけど、まるでルエラスを助けるような格好でルエラスを背に回して間に入っていきました。もっと手出さないといけないって言ってるんだよね。ユーガベイズって言ってますね。レフェリー来ています。トニー・オーランドレフェリー余裕の表情です。こちらもだけど左目がちょっと腫れてますね。腫れてますね。目の上ポコッと来てましたね。結構自分からぶつかったが上点だと思いますよ。自業自得ですね。7ラウンド目の採点は10対9もちろんブラウンですね、はい、これは全部ブラウンですよ。そして6ラウンド目はダウン取って10対8ですね、はい、もうワンサイドになってます ね、 そうですね、満点です。第8ラウンド来ています。おお、突きました。1回押して距離を置きました。これ10回戦ですからルエラスもうノックアウトしないと勝てないですよ。そうですね、非常に苦しい再起戦になりました。いや、再起路線です。ガブリエル・ルエラス、あのトロイ同士には勝ったものの、この思わぬ伏兵ジョン・ブラウンに苦戦を強いられています。まあそれほど簡単な相手ばかり、ロートルばっかりと、あるいは若手ばっかりやっても復帰路線になりません、このガブレル・レラス。そういった意味で浜さん、いいね、力を判断材料になるという話だったんですけども、一つの勝負どころを、まあ、この試合なんですけどね、まあ、このブラウンに勝って勢いづく意味ではいいカードではあるんですけど、ね、そうですね。ここまではしかしご覧のように抑えっぱなしでした。入った、ストップだ。試合終了です。試合終了です。おっとっと座りつかれました。全身で喜びを表します。地元です。アトランティックシティで勝利を飾りましたジョン・ブラウン、しかも名前のありますガブレル・ルエラスを倒しました。元 WBC のスーパーフェザー級のチャンピオンを倒したわけです。レフェリーも止めるタイミングを見計らっていたんですけれども、この8ラウンド攻撃が集中したところで試合を止めています。ここです。まあ、浜さん、これは妥当ですね。もう仕方ないですね。これだけ反撃にね、これだけ、ワンサイド、そしてまあ悪く言うとめった落ち状態ですからね。そうですね。この前の7ラウンド目に止めるチャンスあったんですよ。ところがレイラスの方が手を出してましたからね、反撃してましたから、はい、その戦わせたんですけどね。もはやこれまでですね。The official time, 1 minute, 9 seconds of round number 8. The winner by knockout victory, nobody works harder and trains harder than John the Eastern Beast Brown. それでは試合結果を確認してみましょう。8ラウンド、ジョン・ブラウンの連打を浴びたガブリエル・ルエラス、いいところなくストップされました。伏兵に金星を与えたその姿からは、かつてのチャンピオンの力強さは見られませんでした。